5万人突破アクシデンタスの質問コーナーはじめよーチェーンのトークショーチェーンチェーンはじめさん質問コーナー前回1万人で募集して3万人だもうツイッターに結構前ですね質問を募集しました今から僕らで答えていきたいと思いますそれではありがとうございます早食いで一番早い人は誰ですか我こそは早いと思うやつ手挙げてくださいいきますよ嘘をつかないでください自分の頃に問いただしてくださいねせーのはいいやっぱタクじゃねいや俺じゃねいや早手でしょそう俺はないおめでとう好きな YouTuber はどうお手元ですしこんちゃっすネコテンだよパオパオパオチャンネルさんローヤーでーす女の子の好きな髪型服装はあ前々から言ってる通りロングですねロングのサラサラっとした感じよ服装はふわふわってした感じえ、結構しおりしおりか、そうなるとそうなってしまうのか俺は髪型はやってればどっちでもいいそれと服装がストリート系ですね俺は前々から言ってるんですけどショートで清楚系ですかね広瀬すずって言え僕はポニーテールにワンピース5万人のみんなに一言いつもありがとうございます5万人全員で東京ドーム埋めようえ、いつも、動画見てくれてありがとうございます。これからも面白い動画作っていきたいと思うので皆さんよろしくお願いします。よーリーダー、真面目サンキュー愛してみんなから見て、YouTube ってどんな存在、まあ、人生ですね。学生とかじゃなくて、本当に人生だから。自分を試すステージ。新しい自分を発見できる場ですかね。ワンピースエグ君の一発芸です。ワンピース5万人おめでとうぶっちゃけやりたくなかった企画はやりたくなかった企画は最初は基本みんなでそれを言う話し合うんで基本ないんで俺はあるあるんだあるんですちょっと気がのんねえなうんうんうんそれでいこうかじゃあ大喜利ですああ大喜利は結構俺やりたいわマジか俺は体重企画ちょっとねベーコンポテトパイのやつちょっと来た通りだトイレ臭すおめでとう平成最後の日に何する年明けとかにさ11時59分59秒から12時になる間でジャンプして地球いなかったーってやるあれ小学生とかでももう生涯1回しか聞けないんださまあねポップスターをひたすら聞き続け何かあったまあ僕はひたすらお腹が破裂するまでお子さんに見れると思います平成猛虎の社会に乗るからどうする来年の元号猛虎猫店さんをデートに誘うやれよやれよ一日だけ好きな YouTuber さんと入れ替わるなら誰と入れ替わりたいもう切実にね切実に切実にああジンくんのクローゼットのあのね服のねちょっと見たいねちょっとすごいよね最初そうあの自分たちに送るみたいなヒカキンさんと入れ替わってヒカキンさんの忙しさを経験して自分の体に戻った時に自分の体に担いでた真面目ニンジンさんお前本気ああでもちょっと入れ替ちょっと気になるモックチャンネルだぜもしアクセンターズ以外で新しいユニットを作るなら誰がいい人数事務所関係なく同じ事務所のバーチャルくんバーチャルくんと組んでワンオクロックいいねいいねタカは入れないんだタカは入れないはじめしゅうさんとしばゆうさんとてよくんとまほとさんで YouTuber 事務所のトップクリエイターのザトップっていうマネージャーなりたいんでしょでもあれでしょレギュラー制だから抜かされたらカオちゃんも俺とブライアンさんとオーバメアンさんでブラックボーイズ相馬さんとユキオさんと俺でフリーズですね今一番コラボした YouTuber は応援しますどうもスカイピースイエーイ YouTuber になって一番変わったことは、もうそのままの環境ですねもう本当に十何年前の自分はこうなるとは確実に思ってなかったですねほぼ一緒の意味だけど立場やっぱり悪いことできないし悪いことやってたわけじゃないけど見てる立場じゃなくて見せる立場になったから自分への気遣いも変わった言動とかね昔と比べてはるかに明るくなったんじゃないかなと食事ああ食生活ああまあそうだねなるほどね卵かけご飯から納豆2個メンバーナイスで2個入れてチェストマクシそうなるんだよなチェーズどうもアクションに対するシャンシャンとアイスとエビドやるよねやるねもし日本昔話に飛び入り参加ができるなら桃太郎がいいですかてへっ